るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん見てる、くるぶしです。チョーラです。はい、さあ今日もブッシーだからね、いらっしゃいませ、お送りしますけれどもなんかあれだよね、焼けたよね。やばい、マジでえぐいよ。もう、何ギャロギャロ、キサロでも行った。いや先日ね、はい、ちょっと沖縄の方に。あ、そうなの。はい、行ってまいりました。行ってまいりましたよ。プライベートで。いや、ライブと、うん、で、ちょっとまあ撮影と。沖縄でライブってすごいね。なかなか行こうと。あ、なんかあるんだ、そういう。アテンドしてもらって。おうほう、うん。で、まあちょっとやってきた感じですけれども。うんうんうん、でですね、まさかの4泊5日のうちの3日と半日ぐらいが、大雨っていう。梅雨だもんね。いやー、えぐかったー。あ、そう。うーん。まあでも1日だけ晴れて。ね、よかったっす。いや、ほんまに。だからもうその1日だけでマジで意味わからんぐらい焼けてもって。いや、ほんま。日焼け止め好きやのに、自分が日焼け止め塗らへんっていう。自分が塗りゃ一番解決するのにな、ほんまにな。まだ臭いからよ、しかも。そんな感じですね。はい、沖縄行ってきたんで、ブッシーにお土産があります。マジで？そう。ありがとうございます。お料理するやん。あ、しますね。めっちゃするやん。はい、交換動画日記の料理のやつめっちゃおもろいやん。瞬発力と、攻撃力、どっちも兼ね備えているから。ということで、そんな料理好きのブッシーに選んだお土産、悩んだんけど、ベタなもんにしようかなと思ってんけど、チンスコーとか。え、当てていい？うん。ゴーヤーチップス。そんな、ブッシーに、買ったよね、買った。用意したお土産は、こちら。命の塩、ぬちまーす。なんでございます。一文字もわからん。ぬちが沖縄弁で、その命で、まーすが塩って意味やねんて。あ、そうなんだ。うん、で、ぬちまーすで命の塩。アナまーすみたいなの。ほんまや。てか、今気づくっていう。アナまーす。しかもさ、うん、俺、ちょっとこれ関係ない話していい？うん、これな、うん、そうやわ。あのな、うん、今回じゃなくて、前回沖縄に行った時に、お土産コーナーを見てて、うん、このヌーもさ、ちょっとアーっぽいやんか。そうだね。で、チーもさ、ナーっぽいやんか。うん、俺、ついに沖縄まで来たって一人思ってて。それやん、それやん、これ。まず、ね、パッと見アナマースだよな、これ。アナマースうるさい、うるさい。うるさい、俺黙れ。すごいんやって、これ。あ、そうなんだ。うん。どう違うんですか？食卓塩とかの作り方とはもうほぼほぼ違って、うん、沖縄の海水を汲んできて、海水に直接40度から50度の温風を当てんねんて。すごい。で、その霧状にさせんねんて。はいはいはい。普通の作り方やったら、結晶にできないミネラル分とかが全部詰まったままらしいです。おー。うん、普通の食卓塩が、100g にあたりマグネシウムが 0.3 ぐらいしかないところを、このぬちまーすなんと 100g あたりに 3360mg マグネシウム、全然違うよ。うん、マグネシウムって何？なんか最近流行ってるやつじゃない？その体の疲れ取るだろう、なんだろう、感じなのっていう、精子ができるみたいな。お、そうじゃん。そう、マジで。うん、じゃあちょっとこれは必要だぞ。これはカリウムも 970mg、 カルシウムも 700mg で、はあはあ、大体食卓塩の本当に何千倍とかのミネラルが凝縮されてて、ゴルファーの愛ちゃん、沖縄の、うん、あの子もこれを愛用してるらしくて、うん、ちょっと開けてみましょうかね。お、なんか俺物資に買ってきたお土産のに俺が開けますよ。いやもう、じゃあちょっと開けさせていただき、おのぼーす。うるさい、うるさい、俺黙れ。ほら、もう小麦粉みたいやもん。あ、うわ、全然ちゃう。校庭に白線引くやつみたい。ほんまそれぞれ。マジで。それぞれ。キメがね、全然ちゃいますわ。こっちがアナマースで、こっちが博多の塩ですね。はい。ぱっと見塩って言われても分からへんな、こんな。プロのアスリートとかも愛用してるということで。ほうほう。まあ、どんぐらいちゃうんかと。うわ、これはめちゃくちゃ楽しみだ、ね、食べ比べてみようではないかと。おにぎりとかゆで卵がより美味しくということなので、はあはあはあ、今日はちょっとね、ゆで卵を茹でました。今、おっ、さすが準備がいい、はい、まず普通の食塩いただきます、うん、あ、茹で具合がいい。バッチリやで。うまい、うん、まあこう普通にもう誰が食っても、まあまあそうね、
そうじゃダメ。卵くれくれ、卵親方。親方じゃない。あ、これ1個いっちゃおう、俺。1個で両方じゃないや。すげえな。あ、うまい。じゃあ、今度は1マースにつけて食いたいと思います。オッケー。すごいな、つき方がもうなんか。全然。うん。すごい、唐揚げあげるときに鶏肉に粉ついたみたいな感じ。あ、そうそう、ほんまにそうやわ。うわ、全然ちゃう。あ、そう、天と地の差があるぐらいうまい。あ、そう、大地を感じる。沖縄の、沖縄の広大な海が見えてきた。普通の塩よりうまみが強い感じ。へえ。しょっぱさもね、うん、ちょっと強いのかな。ああ、なるほどね、うん、あんまつけすぎん方がいい感じな。いいかもしれない、うん、パッてつけると、うん、こっちより多分ついちゃうんだろうね。そうだね、バッていっぱいついちゃうもんね。うん、めちゃくちゃうまい。へー、なんか今までの塩が塩じゃないぐらいうまい。下手ね。じゃあちょっと俺もね、うん、食べ比べてみようかな。食べて食べて、美味しい。いや、俺もね、その実は試食とかができてないよね。あ、うん、そうなんだ。そう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 。あ、そんなあるんやー言うて、うんうんうん、あ、じゃあこれはくるちゃんにええわと思って。今回じゃあ初めて。いや、初めて。俺もちょっと抜き回す童貞を今からしてたいと思いますけど。まず俺もね、うん、博多の塩からいきたいと思いますけども。どうですか？抜群にうまい。うん、うまいよね、うん、普通に。ゆで卵。ゆで卵美味しいね。うん。なんかあんまりさ、作んないじゃん、うん、ゆで卵って。うん。なんか久しぶりじゃん。うまい。美味しいね。美味しい。まあでも、よくある、食い慣れた感じ、ね。まあそうだね。うん。ちょっと、打ちますいただきたいと思います。はい。どう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 。一緒やな。僕らは知らない、いつからか遠ざけてた。いや、でも美味しい。美味しい美味しい。ちょっとちゃんと美味しいの取っとこう。本当はどう？どう？本当は。いや、でも言ってた通りやわ。やっぱその辛みもちょっと強いし、うん、旨味ギュッてなってる感じがするな。そうだよね。俺すごいな。うん。なんかちょっと衝撃。これ、ロー料理に使うのやろ、普通に。あれなのかな、そのグラムとか一緒やとヤバそうな気がするね。確かにね、ちょっとでいいもんね、これやったら。逆にスイーツでもいけそうだし。あー、うん、これスイカとかうまいんじゃ。うまそう。これからの時期いい、ね、それはいい。これはもう、あの大事に我が家に使わせていただきます。でマジで普通に嬉しい。沖縄行った人はぜひぜひ試してみてください。ぜひぜひ。昨日は最高。うん。今回のクルチョモは、チョモからもらった食レポ、食レポ、はい、沖縄のぬちまーす、2人で食べてみたでした。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。クソして寝ろよ。バイバイ。普通の塩と、アナマースにつけて。アナマースじゃねえし。ぬちまーすな。ぬちまーすにつける。アナマースはこっちが知らない。